どうもこんばんは。あれって今何億人の人が思った何億人も思うかよ。まあですね、我々は一体誰なんだということなんですけれども、実はですね、あの私たちはですね、爆笑問題というですね、漫才師なわけですね。今日はあの2ビートのビートたけしさんのオールナイトニッポンなんですが、そう、皆さんね、もうこれかなりの人聞いてますよ。実はですね、たけしさんがとうとうですね、死んじゃいます。何？縁起でもないこと言うな、おじゃん。そんなことじゃないんですけども、なんで我々がいるのかということで、皆さん不思議だと思うんですけども、そのことをですね、実はあの今何か緑山スタジオにいるですね、たけし軍団さんの皆さんがですね、その理由を言ってくれるということで、ちょっと呼んでみたいと思います。緑山スタジオさん。はい、こちら TBS 緑山スタジオにいます、たけし軍団の、タカです。ダンカンです。マッケルです。ヤギです。というわけでですね、はい、4人またですね、呼び出されて来たわけですけども、はい、何これ、もう1時過ぎ、外真っ暗やってないんだよね、なんか撮影シーンとしてんだよね。普通この時間になると結構我々逃げてしまうから、外のロケとかね、ねえ、なんだか知らないけど真っ暗でしょ。はい、でこれ聞いたのよ。うん、たらたけしさんがまた病気具合悪くなって帰っちゃったっていうことよね。もうついてないね。僕の昔に帰ったらしいよ。なんかね、朝方帰ったっていうなんで連絡くれないかね。我々ね、1時過ぎるとね、もうバスも電車もないのよ。困るしかないの、ここに。どうしよう。ここのところ調子良かったんだけど、体するとね。先週ね、このはぐれ雲は絶対休まないで、ほら、一生、水戸黄門のようにしたいっていう、あれが振りだったんだね。あそこで我々気に入っちゃったから。怪しいなと思ったんだよ。やっただまされたが、ダンカーなんかだってあれでしょ、先週とかやったりしてるでしょ。そう、僕は素人気にやってね、いい役で、うん、いい役で。で、今週はラッキョちゃんが昨日やったよね。そう、やっぱドラマって大変だね。大変だ、リハーサルとか、ワンシーンでね、3日も撮られるんだよね。で、リハーサル行って、リハーサル、こいつは今日のゲストですって、本読み立ち稽古、本読み立ち稽古、そしてやったセリフが、お酒いいよしかもバカにしてるからって、演じの橋本さんカットするかもしれないって言ってた。そう。もうお付き合いやってくださいって言うから、宮尾あり、猪木あり、近藤ありで。一応入れていたから。時代劇にストンピングって言葉が出てくるんだって。むちゃくちゃだったけどね。いや、とにかくですね、うん、まあ、あの、殿がいないってことでね、我々もうこの後どうしようもないんで、うん、どうしよう、本当に。止まる？止まる人だって、あとは歩いてからしたんよ。いつも終わってから、そのベンチに7人ぐらいで乗って帰ってたんだ。ヤンキーは、今日は俺歩いて帰るって言ってるよ。歩いた仕事になるから。いやねえ、で、まあ、あの、我々もですね、非常に迷惑しておりますがですね、一番この、迷惑をしてる方がですね、ラジオを聞いてるリスナーの皆さんでございまして、ね、皆様にはですね、本当にこの、申し訳ないと思っておりますがですね、まあ来週に限っては絶対このことないですね。そうですね、あの今までのペースから見るとですね、この緑山のドラマっていうのは今回初めてですから、これだけやってね、休んだから、相当ね、答えてますよ今日もですね。私あんまり大きい声じゃいませんけどですね、これからですね、あの大原さん、大原さんのですね、お使いとしてですね、この殿のところに行かなきゃいけない。大原さんが手作りでね、夜食を殿のために作ったの、わざわざね。ほんで英子さんが、ね、帰っちゃったから、そう、帰っちゃった。だからもうね、せっかく取るのに食べさせようと思っても本人に渡さないで、本人が帰ったらまずいって言うんで、私がなんていうの、その使者として宅配便として、はい、やだな、俺ということは大原さんのうちに取りに行くわけだ。そうよ。あら、それロマン生まれるかもしれないじゃん。ないよ、いわゆる俺、アッシー君だね。アッシー君じゃなきゃね、弁当箱に。まあ、とにかくですね、はい、まあ、こうなっちゃった以上ですね、しょうがないから我々は今日はですね、その血を拭いてですね、で、まあ来週はですね、必ず、どこからになるか分かりませんけども、ビートたけしのオールナイトニッポンをお送りしますんで、皆さんそれは楽しみに待っててください。はい、今日は本当に申し訳ありませんでした。はい、というわけでですね、緑山スタジオから、たけし軍団の坂と、南関と、ラッキョと、網浜直子でした。こういったメンバーでお送りしました。はい、どうも。